え、なんか前やった時よりめちゃくちゃ軽くなってないですか？80キロ？いやでも前何キロ？100キロか。前100キロでしたけど、タオが なんか20回できるみたいって。そうっすね。で、なんか140以上はみんなできるみたいなこと言ってましたよ。それさ、1レップなの？1レップっすね。1レップは140以上はみんなできる。じゃあちょっと今日1レップ何キロできるみたいな。おお、タンクが175っすね。よいしょ。多分なんか俺の予想、ね、そのさ、ルール決めないといけなくない？このベンチだと今このバーベルがさ、この下のこのパイプに当たるじゃん。はい。それをカウントする。当たんないと。そうしましょうか。うん、当たんないといけないって、はい。タンクも当ててたと思うんで。そう。タンク多分違うやつでやってるんだよ。はい、でもまあ、ここの下の土台に当たるように。でも タンクはでも、もう、あれっすか、上半身デッドみたいになってましたけど。なんか、そう、こうなると。いや、でもいいんじゃないですか、でも。状態起こす、状態そらしみたいになると、なんか、ダメだから、俺は結構この胸をつけてこの本当に背中だけで引っ張ってくる。いやでも今日はいいんじゃないですか。まあ今日は何でもいい。ルールを当たればいい。そうっすね。で、本来であればもっと力発揮できるのが足を押さえてもらってたら。ああ、じゃあちょっと後で蒼井さんにお願いして。そう、重くなったらちょっと後で足を押さえてもらっていいですか、蒼井さんの。重くなったらやっぱり浮いちゃうから、はい、だから不安定になるから。補助やってたんですか？補助する気ありました？まだフロント何もやってないからダメだった。変なことある。この3本でいいかな。3本できるかな。絶対できますよ。軽っ。うわーしょー。軽いじゃないですか。まあまあいけるね。ちょっと緑版そんな独占しちゃいいんすか。そんな独占しちゃって。緑版目に優しいでしょ。気持ちを落ち着かせるための緑っす。そう、今までのマックスはどんぐらいですか？やったことありますか？多分30かな。ああ。でも30で35本ぐらいやったと思う。あ、インスタかなんかに上げてるんだよ。コロナになった時期20、10本じゃなかったでしたっけ？20やってて、30もやってるけど、それをインスタに上げてるかどうかは分かんない。多分いけるかも。あ、補助なしでいけます。多分いける。よっしゃ。補助いります。よっしゃ。うわ、いや補助あった方がいいっすよ。いや補助あってもできるか分かんない。いやもうケツが完全に浮いちゃってたんで。お、軽っ。あ、軽いっすね。いやだいぶこうだった。これ50いけるかな。結構体力使っちゃった。なんか投擲の選手もめっちゃ強いんだよね、これ。投擲の選手も170ぐらいやってるの見たんだよ。70か80かな、なんかめっちゃ強いと思ってる。あざっす。えい、いきます。よいしょ。ナイス。当たったやろ、今。当たりました。当たった。
ちょっと久と押さえてくれ、乗っかってくれ。当てればええやもんな、ルール上。はい。大丈夫？抑えれるか？いけるか？あっしゃやばい、ぶら下げてるだけでもきついわ。浮いたんですけど、普通に。よいしょ。ということで、今日は160シールロー成功しました。ちょっとさっきまでお遊びで重量上げたけど、ちょっとパンプさせたいから、ホースやっていきます。今何本ですか？今5本目。バックダブルバイセップスお願いします。そうっす。おお。これで出るの？ああ。これどこに効かしてるんですか？分からん。何がしんどいか分からん。とりあえずしんどい。ウェイトの…これがウェイトに生きるかどうかも知らん。こうどうやって鍛えてきた？分からん。毎日一生懸命生きてんねん。ちょっとあともう1セットだけ60でやるわ。何回やるんですか？できるとこまでやるか。おお。
わざわざシャフトでやる理由って何ですか？やりやすいから。しかもなんか前はベンチで軽いので60とか70でやっとったんやけど、ベンチ台でやると肩甲骨あ寄せにくいっす、ね、寄せにくいっていうか、なんかうまく作れる人はいいんやろうけど、なんか固まってる感あるから、これなんか動きが出るやん。